はい、ということでね、こんにちは。ライフスキル教育講演家のミスターおかちです、ライフスキル教育講演家もしくはライフスキル講演家、どっちがいいんかなーってちょっとね、まあ、しっくりきてないんですけど、どっちかきてないんだけど、とりあえず今はライフスキル教育講演家のミスターおかち、こんな感じでいきたいと思います。今日のテーマはミッションの力です。ちゃんとこう話せるかどうか分かんないんですけど、まあ、この YouTube 再始動してから、テイク1でもう発信するって決めたんで、もう撮り直しはなしなんで、まあ、うまく伝わるかどうか分かんないんですけど、まあ、思ってることをとりあえず全部、お話したいなと思ってます。ミッションですよね。ミッションを持つのと持たないのとでは、ある時とない時とでは全然人生が変わってくるなっていうふうに思ってて、これがね、もう最近というか、よく言う話ですよ。レンガ職人の話あるじゃないですか。3人のレンガ職人がいましたと。1人目、なんでレンガをこう積んでるんですかっていうふうに聞いたら、間違えました。3人のレンガ職人がいましたと、ね、でその人を見て何してるんですかって聞いたら、1人目の方は、見たらわかるやろって、レンガを積んでんねや、なんで俺がこんなことやらなあかんねんって言いました。で2人目の人は、これはお仕事のためにレンガを積んでるんです、こうやって家族を支えてるんですと言いました。で3人目は、これは将来大聖堂、でっかい教会ができて世界中からそこにお祈りしに来るんだよ、そんな歴史に残る素晴らしい建物を作っていて私は光栄ですっていうふうに答えたんですよね。同じことやってるんですよ。同じことやってるんですけど、自分が何を見て仕事をするのかによってその時の気持ちが変わってくるし、もちろんパフォーマンスも変わってきますよね。いやいややるよりも、そこにこういうことを作りたい、教会を作るんだと思って仕事した方が楽しいし、集中力が上がるし、いいパフォーマンスができるんですよね。そう、これがミッションなんですよ。目的、今やってることがあって、その目的、やってることの先に何があるのかって、その先の部分ですよね。その先の部分、それがやっぱ自分のことだけじゃなくて誰かのためになってたら、それがミッションになるんですよ。自分が今やってること、僕がやってるこの英語の教育とか、僕がやってるこのライブ配信、YouTube の配信でそれを聞いてくれた人が元気になって、勇気づけられて、一歩踏み出す力が出て、やりたいことに挑戦したり、自分が欲しいものを手に入れたりして、人生が豊かになったり幸せになる、それをするために僕はこの YouTube を配信してるんだっていうのは、これミッションですよね。例えばこういうミッションを持つのか持たないのかで、やってるパフォーマンスも変わるし、自分の気分が変わってくるんですよね。だからやっぱミッションってすごい大きいなと思ってて、これ鴨頭さんの話もこんなこと言ってましたよ。タクシーの運転手さんの話ですよ。タクシーの運転手さんって自分がやってる仕事に誇りを持てないんですって。なんで俺はこんな仕事をやってんねんとか、定年して後で仕事がないからしょうがなくこの仕事をやってるとか、そう、何しかもうやることがないからもうこの仕事しかないんだってやってる方が多いみたいで、あるタクシーの運転手さんの中には自分がタクシーの仕事をしてるってことを言ってない人もいるみたいです。はい、まあ、普通にサラリーマン、普通に仕事を行くようなスーツを着てタクシー会社に行ってタクシーの服を着替えて仕事をします。また、スーツに着替えて家に帰るって、だ自分が会社がクビになったことっていうことを家族に言えないから、そういうふうにやってる方もいるみたいで、なんていうかこう自分の仕事やってることに誇りが持てなかったり、楽しいなって思えなかったら結構辛いなって気するんですよね。はい、辛いなって気はするんですけど、その鴨頭さんが言ってたのは、やっぱり僕たちってタクシー乗るときってやっぱ困ってるときじゃないですか。困ってないときってタクシー使わないんですよ。いつでもタクシー使おうと思ったら使えるんだけど、例えば雨が降ってて濡れるのが嫌だとか、もう時間に間に合わないからタクシーに乗らないとダメだとか、なんかそういうふうに困ってるときにしかタクシーは使わないんですよね。だからそう考えるとタクシーっていうのは困ってる人を助けるヒーローなんですよ。はい、困ってる人を助けるヒーローなんですよ。しょうがなしにやってる仕事じゃなくて、困ってる人を助けるヒーローやって思う。ただなんとなくレンガを積んでるんじゃなくて、大歴史的に名を残す教会を作ってる、
偉大な仕事なんだって思うの、そこのどう思うのかによってやっぱり変わってくるんですよね。楽しくなってくるし、私は困ってる人を助けるヒーローなんだって思って仕事をしてると、お客さんに対して今日もありがとうございますってね、ちゃんとこう楽しい会話ができたり、お客さんが心地よく、そこの空間で、楽しんでいただけるようにリラックスできるような空間作りに配慮したりとかね、自分で何かできることはないかなってこう探し出すんですよね。はい、全然違うんですよ。やっぱりこうミッションを持つのと持たないの全然違くて、でこれもね、ベストセラー作家の星葉由美子さんが講演会で言ってたことなんですけど、ミッションがない人はやりたいことをやるべきことに変えてしまう。はい、初めやりたいと思ってやったことでも、なんかこうずっとやり続けてたらやりたくないっていうふうに変わってしまう。これがミッションがない人です。でミッションがある人っていうのは、やらなければならないと思っていること、やらなければならないと思っていることをやりたいことに変え続けるんですよ。はい、やりたいと思っている目標とか夢とか叶えるためには、どうしても壁とか問題とかやりたくないことってたくさん出てくるんですよね。でもそれをこれを今この壁、確かに辛い、この痛みは辛いけど、これを乗り越えた先にはこんな楽しい世界が待っているっていうことをイメージしてやると、その今ぶつかってる痛みとかトラブルっていうのがやりたいことに変わっていくんですよね。そうすると主体的にどんどんこう一歩踏み出してやるって、その問題を突破しやすくなるし、そこから得るものっていうのも大きくなってくるんですよね。はい、だからこれがミッションがある人とない人の違いってことで、ミッションを持てばやりたくないことをやりたいことに変えれるんですよ。だからやっぱり人生にミッションをっていうことがすごい大事かなっていうふうに思ってて、でそういうことで僕ずっとね、最近ミッションって話ばっかり言ってるんですけど、じゃあ私のミッションは何なんだろうってことなんですよ。ちょっとお水休憩しますね。はい、私のミッションね、私のミッションは何なんだってことなんですよ。僕のミッションはこの社会でですよ、自分の力を発揮する、自己発揮する人を一人でも多く増やしたいんですよ。はい、そうです。社会で自己発揮する人を増やす、これが僕のミッションです。学校だけしか活躍できない、スポーツやってる時だけヒーローだじゃなくて、学校で学んだこととかスポーツで学んだことを学校を超えて卒業しても、中学高校大学行っても、社会でも会社でもどこでも自分の力を発揮できる、最高の自分の力を発揮できる、そういう風な力を育みたいし、そういうような人をが増えたらいいなと思ってるんですよ。はい、自己発揮する人を増やしたいんですよね。でやっぱり何が幸せなんかって考えたら、僕の場合ですよ、皆さんに当てはまるか知らないですけど、僕は自分の最高をバンって表現してる時がめっちゃ幸せなんですよ。めっちゃ楽しいんですよ。まあ幸せなんて生ぬるいもんちゃう、もう歓喜ですよ、喜びです。もう全生命がねパンってこう強烈に開いてる状態なんですよ。ものすごくね喜びを感じるんですよ。もう自分の最高を表現できてる時、はい、これまあスポーツで言ったフロー状態とかゾーン状態っていうんですけど、まさにこう全てとつながってる感じっていうか、これがもうなんていうか生まれてきた意味なんかな、喜びなんかなって感じるぐらいすごい嬉しくて、で自分の最高のパフォーマンスが発揮してるっていうことは、なんか集中力がバンって爆発してるから、いろんなことを学べるし、そして問題も突破しやすいんですよね。パフォーマンスが10の時と100の時で比べたら、やっぱ100の時の方が問題バッて突破しやすいじゃないですか。でいいものができるからお客さんにも満足してもらいやすいんですよね。はい、お客さんも嬉しいし、自分も嬉しいし、お客さんが嬉しいってことはそこで価値が生まれてるんで、それが報酬として返ってくるんで、それで例えばお金をねいただけたりするんですよ。だから自分が幸せでやりたいことを表現してて、それでお金がもらえるっていう状態が作れるんですよね。だからそういう状態を作っていきたいんですよね。だから僕がやることっていうのは、毎日史上最高の自分を更新し続けることかなって思ってて、ずっと同じ自分を表現しててもやっぱ飽きちゃうんですよ、飽き性なんで。そうじゃなくて、今日の自分とはまた違った自分、新しい自分、成長した自分に、明日はいたいんですよね。で今日、明後日も、明日は、その時よりももっと成長した自分をいたいんですよ。だから自分の最高を ずっとね更新し続けたいんですよね。だからそういうような、それがね僕のね一番やるべきことなんかなと思ってます。僕のミッション、私のミッションは、社会で自己発揮できる人を増やすということ。そのために僕がすることっていうのは、史上最高の自分を毎日更新し続けるということ。
です。はい、で毎日更新し続けて、なりたい自分になるとは、なりたい自分にはなれないかもしれないですよ。僕が例えばスマップになりたいとかね、なんやろ、まあ、今からバスケのプロ選手になりたいって無理かもしれない。なりたいものになれるかどうか分からんけど、自分がこうなりうるだろうっていう、なりうる最高の自分にはなれると思ってるんですよ。自分がこういうふうになりうる、なりうる最高の自分になる。でそのためには毎日自分ができうる限りの力を出し尽くして、毎日毎日自分が後悔しないように、その時に死んだとしても後悔しないように、やり残しがないように、毎日毎日やるべきことを積み上げていくっていうこと、それを続けていくことでなりうる最高の自分になれるのかなっていうふうに思ってます。はい、ということで今日はね、ミッションの力ということで、ミッションを持てばやらなければならないことがやりたいことに変わるということですね。でそのミッションを持つにはどうしたらいいのかっていうのは、今日はね長くなるんで、まあ、またね次機会があったらお話します。で私のミッションっていうのは、社会でこの社会で一人でも多く自己発揮できる、自分の最高を表現できる、自分らしく最高に輝ける、そんな自分を表現できる人、そういう力を育むということ、これが僕のミッションでございました。はい、こんな感じです。はい、 See you!